皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は私がおすすめするリアレイズのやり方を4種類ご紹介したいと思います。でリアレイズといえば、三角筋後部リアデルトをね鍛えてあげるのに、定番の種目ですよね。でただやっぱりリアレイズだけだとどうしても物足りない。でもどういうやり方をしたらいいかわからないっていう方もね結構いらっしゃるかと思うので、今回は実際に私がね自分のトレーニングでやっているものも含めておすすめのねリアレイズのやり方を4種類ご紹介したいなと思います。はい、じゃあ最初はですねもうオーソドックスなリアレイズから入っていきます。詳しいやり方はねもう別の動画で紹介してるんでもうさらっといきますけども、大きくね体を前傾させて上半身をね水平近くまで倒してからダンベルを外から回していくようなイメージで上げて下ろしてという感じでやっていきます。で肩甲骨が動きすぎると三角筋後部から刺激が抜けてしまうので肘だけ動かすようなイメージでやってもらうのがおすすめです。はい、じゃあ次はですねベンチを使ってライングリアレイズやっていきます。これはねやってる方は多いんじゃないかなと思います。もういろんなね YouTuber が紹介してますよね。ベンチに横向きに寝て行うリアレイズ、通常のリアレイズだとこのね下ろしたところで負荷が抜けてしまうんですけど、ライングリアレイズだと横向きに寝てやるんで下ろしきったところで負荷が抜けないということで効率よくね負荷をかけることができるということで、やっていきます。ベンチに横向きに寝ていただいて、で手は横向きにしてもらうのがやりやすいと思います。ちょうど小指の側を天井に向けるようなイメージで、で下ろして上げて下ろして、あんまり上まで真上まで上げてしまうと三角筋後部から負荷が抜けてしまうので上げ切らないようにしていただくと三角筋後部に負荷がかかり続けます。はい、そして次はねパウェルレイズという種目やっていきます。ライングリアレイズの派生版だと思っておいてもらえばいいんですけども、ちょっとねやり方が違ってきます。先ほどのライングリアレイズのようにベンチの上に寝てもいいんですけど、ここではねちょっと変わったやり方ということで違うバリエーションということで床に寝てやるやり方紹介していきます。ちなみにベンチに寝てやるやり方の方は他の動画でね、パウェルレイズのやり方詳しく解説してますので、そちらをご覧ください。で、床にね、もう横に寝ていただいて、足はまっすぐ伸ばしていただいてもいいんですけど、軽くね、曲げていただいて、体の前に膝を置く形にした方が安定しやすいです。で、ダンベルを持っていただいて、今度は手のひらをね、正面に向けるような形で持っていただいて、下ろします。で、ここから、ライングリアレイズだと、上げ切らないように、っていう風に解説をしたんですけども、パウェルレイズの場合は、大きく、自分の真上に来るまで上げます。で、下ろす。上げる。下ろす。上げる。このパウェルレイズの場合は、ダンベルを大きく動かすことで、三角筋後部だけではなくて、菱形筋とか、僧帽筋チューブといった、肩甲骨周りの筋肉も一緒に鍛えてしまうというバリエーションです。負荷が抜けてね、効率悪いんじゃないかっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はアーノルド・シュワルツェネッガーもね、よくやっていた種目なので、非常にね、効果が高い、で、歴史の古い種目なので、ぜひね、やってみてください。はい、そして最後、4つ目なんですけども、ケーブルリアレイズですね。ケーブルリアレイズもね、ケーブルのマシーン、今いろんなジムにたくさんあるので、やってらっしゃる方は多いと思うんですけども、一応ね、やり方解説していきます。このように、ケーブルが、滑車がね、下についてる。で、ケーブルの高さが動かせない場合は、下のケーブルを使っていただいて、しっかり前傾姿勢を作ったら、これも、肘を外から回すようなイメージで上げて下ろしていく。で、このケーブルリアレイズなんですけども、ライングリアレイズのようにボトム下ろし切ったところで負荷が抜けないのももちろんなんですけども、上げ切ったところでもケーブルから常に引っ張られているので負荷が抜けないということで、可動域全部にわたって負荷が抜けないので非常にいいやり方です。で、
このケーブルリアレイズで大事なことは、滑車の高さを肩の高さに揃えるっていうことです。なので、滑車がね、高さが調節できるやつであれば、立った状態でやっていただいて全然いいんですけども、その時にしっかり滑車を肩と同じ高さに揃えていただいて、肩と肘と手と滑車が同じ高さで揃うようにやるようにしてください。で、滑車の高さが調節できないと、立ってやるときにね、この上から引っ張るか下から引っ張るかになってしまって、肩と同じ高さでやるっていうことはできなくなるので、一番下の滑車を選んでいただいて、前傾姿勢を作ると。で、自分が前後に動くことで、この肩と滑車の位置を揃えて、やると。こういう感じのやり方もできますので、滑車のね、高さが調整できなくて、ケーブルリアレイズができないなと思っていた方もチャレンジしてみてください。はい。ということで、今回はリアレイズのバリエーション4種類紹介しました。オーソドックスなリアレイズと、ライングリアレイズ、パウエルレイズ、そして最後にケーブルリアレイズという感じでね。で、まあ、リアレイズを取ってみても、これだけね、いろんなやり方があるので、ご自身に合ったやり方っていうのを考えていただいて、ぜひですね、ベストなトレーニングメニュー考えてみてください。ということで、今回の動画が参考になった方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビレデンドでは、公式 LINE の方で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップ、クリックしていただいて、登録よろしくお願いします。その他にも、ビレデンドでは、毎月ですね、新商品ですとかセールを行っておりますので、概要欄の情報をチェックしてみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。